こんにちは、石川かれんです。はい、本日はですね、今見慣れない背景があると思うんです。のぞくの隠してもらおうね。いいよ、入っても。本日はですね、家族でバーベキューに行きたいと思います。つーちゃん、イエーイ。効果音出してくれた。はい、ということで、本日はオフの日なので家族でバーベキューに行きたいと思います。うるさい。じゃあ行ってきます。つーちゃん、カメラにバイバイして。バイバーイ。到着しました。めっちゃいいとこ。じゃあ早速バーベキューの準備していきます。もう一回キック。つーちゃん、こっちにキックして。こっち、こっち、こっちにキック。ねえねえねえ、キック。おー、上手。つーちゃん、グリーンバッテリー使える合成できる。何合成してほしい。おいしい。ねえねえ、開けてって持ってきたんだよね。はい、食べてからだよ。やって、つーちゃん、昼食ご飯の後だって。おにぎり食べる。おいしそう。いただきます。これママが朝刺したの。6時に起きて5時か。私何もないのに5時に起きたよ。で6時にスーパー。ありがとう。いただきます。おいしい。うん、塩加減ちょうどいい。私さ、去年バーベキューしたっけ。してないんじゃない。だよね。うちは家の前でなかったけど、彼もいなかったかな。私なんか残ってるやつチンして食べた記憶がある。じゃあ2年ぶりくらいだ。おいしそう。砂糖醤油。ああ、おいしいよね。おいしそう。トヨタミは泣かぬなら泣くまで待とうホットです。泣くまで待つの誰。徳川さん。泣かせてみようが。自分なら何にする。泣くまで泣くまで待とう。泣くやつ買おう。最低。ねえ、泣かぬなら〇〇〇〇ホットトギス何にする。俺一番最低だから。泣かぬなら泣くやつ買おう。え、なんだろうな。泣かぬなら一緒に泣こうホットトギス。一緒に泣こう。つーちゃんじゃがりこ食べるの。ジュースも飲んでお菓子も食べるの。おいしいですか。おいしいね。うん、うん、アスパラ食べた。食べた、おいしい。うん、うん、でもホワイトアスパラ持ってこればよかった。なんか一人で食べるの悲しくなってきた。アスパラ落ち着いてる。うん、ね、ホワイトアスパラ持ってこればよかった。あ、焼いてる。あ、あのさ、お兄の見て学んだのにさ、なんで落としちゃうかな。え、でも上向いて落ちたよ。草ついてるけど。え、やって。うわ、お、すごい、出ない。みんな指が出た。みんな指の出しが。ありがとう。あ、すごい。あ、ビー玉入ってる、ちゃんと。うん、それはどうしたの。あ、そういうこと。いただきます。桃だ。ね、ラムネってこんなに出てこないっけ。ラムネってここに引っ掛けるの。あ、そういうこと。こうやって飲むときにここを下にしてビー玉引っ掛けてる。
でもさ、これ内側に引っ込んでんだよ。あ、ここの間にってこと？うん、本当だ。19年生きてきて初めて知った。嘘でしょ。ほんと、何の指なんだろうなと思ってたよ。ここボウリングみたいなさ、指入れてるとこだと思ってた。よく知ってるね。3番目だけ飲んだから。おいしい。ね、これならいけるか。いける方法を探してくれてたの。あ、フライングベルだ。フライングベルのマスク。いや、柄悪っ。パパ柄。おかえり。おかえり。何買ってきたの？いかがですか？塩辛？塩辛と塩辛？前髪が終わったのであげました。虫の触覚みたい。海に行ってきました。楽しかった。帰ります。はい、ということでお家に帰ってきました。まあ、実家なんですけど、とりあえず実家に帰ってきました。いや、楽しかった。楽しかったけど、なんかちょっと一つ落ち込んだことがあって、ちっちゃい時から家族で海水浴に行ったり、バーベキューをしたり、家族イベントみたいなのをした後って、私ってすぐ眠たくなっちゃうんですよ。疲れて、遊び疲れてね、遊び疲れて眠たくなって寝ちゃったりとかしてたんですけど、ちっちゃい時から。今回お母さんたちがこう帰ってきて、片付けとか使ったもの洗ったりしてくれてる間、私眠すぎて全然動けなくて、なんか私って全然まだまだ子供だなって思って、なんか落ち込んだなっていう話です。いつになったら大人になれるんですかね。自分に家族ができたら、子供ができたら、できるようになるのかな。わかんないけど。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。海風で目が痛いです。